昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川です。と今日は日産セドリック Y30 の、前期がね2台ありますので、前期の中でも前期の前期、前期の後期、なんかちょっとわかんないですが、その2台をね比べていきたいと思います。こちらが3リッターブロアム、こちらが3リッターブロアムターボビップでございます。はい、よろしくお願いします。で、ね、中に装備もいろいろついてるようにありますので、キーレスとかシートアレンジとか、その辺も比べていきたいと思います。よろしくお願いいたします。うわちゃん何しよんのなんか修理したんやろ。セドリックの、四国から買ってきたセドリックのエアコンを直してくれたらしいんですよ。ちょっと見に行きましょう。後期のグロリアのあれ2000円よね。あ、2000円あれ2000円よね。後期の2000のターボのコンプレッサーを、前期の3000のノンターボのコンプレッサーと入れ替えました。はい。うん。ついてよかったね。で、これが外したやつ。で、これ。はい、中がロックで。なんか、気づいてるなら、鳴らしてみたんですけど、原因は、ちょっとわかりません。原因はわからなかった。原因わかりません。ここ葉っぱ、葉っぱやねん、原因。これ、これやねん、原因。これ違う。違う。これ入ってなかった。今これ2000の後期のエアコンのコンプレッサーがついてるんです。こちら。で、3000の、これがどっちの？これが3000のステイ。だからステイごと変えないと、コンプレッサーだけじゃつきませんよ、ということです。ご注意点ですね。これ。はい。だからうかつに、こう、何ですか？あ、2000のコンプレッサーだけちょうだいって言うと、つきません。もらうときは、ステイごともらってください。っていうことですね。そうですね。はい。ご注意点ですね。岩ちゃん、涼しい風出ようよ。涼しい風出ようよ、これ。これ、ドライブいけるんやね、これで。ちょっと車高上げて。あ、これ出よ、出よ。で、気になる切り替えが。あ、切り替えも効くね、これ。はい、はい。ああ、効きます、効きます。合格！合格！合格よ！エアコン合格！ここ、なんかね、この方向が、もうちょっと、この辺を向いてねえと悪いらしい。こうらしい。いいですか？パーソナル無線のアンテナ。これね、これもアマチュア無線のアンテナなんか言おうもんなら、こいつ分かってねえ。書かれる、書かれるやつ。オッケー、ちょっと、ほぼほぼ。いいんじゃないですか、これで。どうでしょう、こんな感じで。このパーソナル無線のアンテナ、どうでしょう、この角度。このパーソナル無線のアンテナ。ね。この辺で行きましょう、この辺で。はい。ありがとうございました。もう、ドキンにします。ドキンです。ドキンちゃんです。シューズトレイ。それと、ポピーのブーケ。ブーケですね。これ、これなんか、福岡で会った人が甘めのコーヒーと一緒に乗せてたやつやと、同じやつですね。はいはい。これはもう、いけない匂いが、いけない匂いが立ち込むよ。これは悪いなぁ。ねえかな。はい、じゃん。はい。完成！完成です。ポピー！パーソナル無線。これもね、なんか、ここつけちゃったらダメみたいなんです。すいません。ちょっとね、景観を求めてそこにつけましたんで。はい。それと、シューズトレイ。はい。これで、なんか、完成ですね。ほぼほぼ。
コメント欄っていうか、あの、商品説明のとこ見たら、手芸の得意な当時、ミラターボ TR-WX ムーンルーフリミテッドに乗っていた前橋の美熟女が、一つ一つ昔思い出しながら手作りしましたって書いてたんで、車も女性も熟したのがいいですよ。こうだと思うんですよね。こんな感じが、ちょっと、高さがこう、抵抗になった方がいいのかな。おー、なんかこう、雰囲気出てきましたね、当時感がね。このチンチラのベロ穴、この手作り感、見てこれ。パッチワークって言うんですか？ちょっとこう、ぐっと寄ってもらっていい？ね、やっぱりこう、熟女が作ってるから結構丸じゃないんですよ、こう。角がある。結構ね、熟女の角が立ってますよ、これ。迷惑！なんか逃げまとって、さっきもなんか、請求書だけ置いてったでしょ、あなた。ちょっともう、ちょっとこれお願いしますって。請求書だけ置いてくる。どういうことやねん。ね、ちょっとアクを捕まえて最後、ね、作っていきましょう。はい。んで、こちらの、こちらがね、うちで言うところの、前期の最初に出た時の、1983年、昭和58年の8月登録なんですよ。こちらは。だから、前期の一番最初の最上級グレード、ブロアムです。当時は VIP はございませんでした。で、途中で VIP が追加になって、その後、こっち、VIP のターボが追加になりました。これで VIP のターボなんですよ。ちょっと雨が降って上がって汚れちゃってますけど、黄砂の影響もあると思うんですけど、すごく、汚れちゃってます。こちらがVIP のターボでございますね。だから前期の中の前中後とあったら前期の中の後期みたいなものですね。こちらのお車、うちにあるのが1984年、昭和59年の11月登録。だから今、37歳のお車です。ね。熟男くんです。今日ね、こちらに、昨日電話が、昨日じゃない、この前。電話がね、前のオーナー様から、もうどうしても見てて、伝えたいことがあるということでね、いろいろ伝えられてました。おさらいなんですけど、グレードは、VIP のターボのセレクション1というやつでございます。で、セレクション1は何なのか、なんですけど、はい。じゃあ行きたいと思います。光通信ステアリング。こちらがついております。ね。こちら。だからこの、外だけ回るよってやつ。ちょっとかけてみますね。はい。外だけ、中回りません。外だけ回りますよ。はい。こういったステアリングがついてます。それと、ちょっとスモークで見づらいんですけど、JBL のスピーカー。はい。それがついてます。それと、はい。じゃあ皆さんまた。こちらがね、ついてるんですよ。暗号化されたキーレスがね、ついております。これが今の3点、光通信ステアリング、JBL のスピーカー、キーレス。この3点がついたお車を、セレクション1って言うんですよ。で、それプラス、本革シートがついてる車が、セレクション2っていう、VIP の中でも、ちょっとね、また格が上というグレードでございます。今日はこのね、ここのキーレスがね、使えるのかどうなのか、ここをね、確かめていこうと思います。それと、このお車なんですけど、この、ここ。アンテナが、本当は立つんですけど、これモーターは生きてるんですけど、どうやら、中のワイヤーがね、なんか壊れてるらしくて、出ない。本来でしたらね、このくらいのね、こんな感じ。こんな感じ、ピーンってなるんですけど、ちょっと出ません。残念ながら。で、前のオーナーさんも試行錯誤して、なんかヤフオクで何回か買ってみたんですけど、合わなかったらしいんですよね。それがなんで合わないのかっていうと、前期と後期でアンテナのピンが違うらしいです。で、前期は、この、
ピンのところが4ピンなんですけど、後期になると2ピン。で、なんかヤフオクに結構出回ってるのが2ピンタイプが多いみたいで、前オーナーさんも2回ヤフオクで買ったんですけど、直すことが叶わなくて、泣く泣く手放したというような状況らしいです。だからこれね、探す方は、前期の方は2ピンタイプを探すようにしてください。あと、ホイールですね。こちらのホイール、セブリングヴィンテージというホイールになるそうです。で、何ですかね。もう、センターロックじゃないですよね。この周りで止めていくタイプなんで、基本的には、車検に通りますよ、っていうことらしいんですけど、ちょっとこれね、微妙ですよね。うんうん。基本的には、ホイールで検査場に行くと、検査が、ムムム、キャーってなるよね、あら、一発や、止めるぞいっていう感じで、めちゃくちゃ見られて、なかなか通せませんので、車検行く際は、ちょっとおとなしめなホイールで行くといいかと思われます。はい。リップのセドリックの方なんですけど、取扱説明書がね、存在してましたんで、こちらを見ながら、スイッチ類、こちら勉強していきたいと思います。で、さっきね、面白いもの発見したんですけど、43ページ。この、なんですか、このクッキングパパの偽物みたいな絵。これ、もうがっつりタバコ吸っちゃってるんですよね。これなんか今ないよね、これ。見える？ほら。がっつり。運転席の、首の部分。これを倒すと、取ると、フルフラットになるそうです。車が。ちょっとね、後でこれやってみましょうね。フルフラットに。ちょっとここ、サビ発見。ステップ周りに、サビが。ちょっとこれ気になるね。こんな感じ。ここ。後ろはないな。後ろはない。あんまり使ってないからかな。ここ綺麗やなぁ。見てこの、ここのアングル。ここほぼ誰も使ってないよ。うん。よいしょ。あ、助手席もない。よかった。運転席だけね、ステップ周りにサビがあるようにあります。そもそも見て、ほら。固定番号を入れるって書いてる。固定番号って何なの？7桁の番号です。これかな？ 9,3,7,5,0。 言わんすね。と、おそらく固定番号が違うんですよね。これはもういつものお願い系 YouTuber、固定番号の謎を知る方いたら、すいません。教えてください。よろしくお願いします。ちょっと今回、わかりませんでした。申し訳ございません。はい。次なる課題。ボンネット、マスコット、その他は、つくのか。ね。ちょっとこれをやっていきたいと思います。前のオーナーさんのこだわりは、もう全部グリーンに統一したと。美しかーって、美しかとは言ってないけど、全部グリーンに統一しましたと。それ、すごいわかる。裏から見ても、はっきりわかるように、加工してますって。それぐらい、してますよ。っていうことです。あ、これはいいね。久しぶりに実験系がうまくいったね。うん。はい。ちょっと今なんかこうしてるときに、ちょっと一個また残念ポイント見つけたんですけど、これががっかりポイント。がっかりポイント。はい。エンジン切るやん。この音。これね、ライトを消したら消えるんで、ほら。ライト消えてますよ、あなた装置がついてますよ、これ。
泡展望のあなたにもおすすめな機能がついております。はい。で、リラックスシートね、いつも試してる社長シートはもう実証済みなんですけど、さっき取説で発見した首を抜いたらちょっと広々できるよと、車でちょめちょめな感じですよ、これできますよ、これシートを前にして全部倒れる。お、あーすげえ、これすごいね。身長185の僕も、ほら、ぴったり入りますよ。自称、身長185、体重65キロの僕も、ね、股下90センチの私も、ね、ほら、26.5。これいいね。これほら、あーいい。あ、これは楽だわ。あ、これ、出張これで行こう。ね、ちょっとそこ閉めて。ほら。見てこの偉そう感。ここないってね。こんだけ偉そうなんですよ。よっ！ああ、見て、これ。広っ！全然寝れる。これすごいね。こういう場合はやっぱティッシュここかな。ティッシュのね。こんな感じですよ。どう？こんなで、言えよ、これ。で、ちょっとこのムードなね、これがね、役立つわけですよ。これ見てよ、ほら。ムーディーな。夜になるとね、この、ムーディーファンシーランプがね、いや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 。これいいね。ますます気に入っちゃいましたね、これ。そうか。やっと時代が Y30 についてきたね。この、ね。今、ソロキャンブームですから。これも、はい。キャンプにも使えます。こんな感じで。はい。今回もご視聴最後までありがとうございました。うちでね、こう並べてるお車は、なんと全部販売しておりますので、詳しくはですね、概要欄よりお問い合わせくださいませ。あとまた、査定とか、出張査定とかって買い取りの方もしてますので、よろしかったら、こちらも概要欄からお問い合わせくださいませ。今回もありがとうございました。それじゃあ皆さん、また来てねー。じゃあねー。今日は、家に帰ります。家に帰っちゃいます。ハウス、ハウス、香川ハウス。ありがとうございます。お邪魔します。ああ、拾った。おやすみなさい。ありがとうございました。